リーグパークはアメリカ合衆国をハイオ州クリーブランドにかつて存在した野球場。MLB クリーブランドスパイダーズが会場から1899年まで、クリーブランドインディアンスが1901年から1946年まで、ニグロアメリカンリーグのクリーブランドバックアイズが1943年から1950年まで、それぞれ本拠地にしていた。 ナショナルリーグに8 8 7年から参加していたスパイダーズの新本拠地として1891年に会場。1899年にチームは解散したが、変わって1901年からはアメリカンリーグのブルースが本拠地として使用するようになった。建造当初は木製でスタンドも一層だったが、1909年シーズン終了後にほとんどの部分を 一旦取り壊し、鉄筋コンクリートで2層の新たなスタンドを建設した。これによって、収容人数が、それまでの9000人から2万1000人以上に大幅に増えた。1916年、球団オーナーの名を取って球場名が、ダンフィールドに変更された。しかしオーナーが交代した1928年、球場名はリーグパークに戻された。1932年から、 インディアンスは2つの球場を兼用し始めた。ナイター、休日、祝日の試合はキャパシティが大きく照明設備のあるミュニシパルスタジアムで、それ以外の試合はリーグパークで行うようになった。この兼用は1946年まで続いたが、とうとう1947年からインディアンスはミュニシパルスタジアムのみを使用するようになった。1943年からは、 ニグロリーグのバックアイズもリーグパークを本拠地として使用するようになったが、1947年のジャッキー・ロビンソンのメジャーデビューによって、ニグロリーグからスター選手が流出し、それに伴いリーグが衰退していったため、バックアイズも1950年限りで球団を解散することとなった。使用球団がなくなったリーグパークは1951年に一部を残して解体された。 客席の一部は風化が進み損傷も激しいが現在も残っている。フィールドが本類から左翼へのラインと右翼から中堅へのラインを長い辺、本類から右翼へのラインと左翼から中堅へのラインを短い辺にした長方形のような形をしている。左翼まで375フィートは平均より深く逆に右翼まで290フィートは平均より浅い。 右翼が浅くなったのは、すぐ後方にある2軒の家が土地の売却を拒否したためである。右翼には、ホームランの乱発を防ぐため高さ45フィートのフェンスが設置されている。ただし、入場券が売り切れるほどの満員になった場合はさらに、客を入れるために、本類から240フィートのところにロープを張り、そこに観客を入場させていたこともあった。ありがとうございます。